箱の力を呼び覚まそうとしている。選ばれし者よ、我が最後の希望を託す。さあ、誓いのことアルマの名においてあなたは何になる。その言葉、仲間が襲われるときあなたはどうする。賢い選択をし、では一つ才能を与えられるとすれば、承知した。次、あなたは正義のために戦い、友情のために戦い、そしてその誓い、このような姿で生まれるが構わぬか。魔術の力見てみたい。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。伝説の宝物を見つけよう。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。支援なら私に任せて。自然の恵みは全ての命に。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。魔術の力見てみたい。豪華で全てを焼き尽くす。仲間を傷つけ、俺に挑戦する愚か者がいるようだな。どうしたの？気にしないで続く。姉様の笛が。あら、あれはエレシア人よ。まだ少し。深い眠りの中、箱はもバーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。このまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。白山、くらえ。ほう、やめる。箱白山、てい、くにざまずけ。ほら、なぎ払う。震え上がれ。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がどうか。遠くない未来、あなたはエルンストと。よかった。怪我はだかん。あの、さあ、ここから冒険が始まります。
新しい装備を獲得しました。どうやら、うん、そうだ。気をつけろ、ブロンズ級のホワイトシーラムだ。白雲じゃ、おらおら、新しいカードを獲得しました。早速見に行き、ソウルカードはここから書く。新しく獲得したソウルカードをタップしてください。ソウルカードを装備します。ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。赤い髪の絵すぐに、ん、驚かせてし、精霊碑が、10年が過ぎた今、このカナンの地で何が起こるというの。アルマ様、どうか我らへ。ごめんなさい。オルハはゼーメの心境に。オルハのあの様子、森には、ま、魔獣白雲だ、受けてみろ。いた、近づかないで。私がすぐに追い払うから、急いで逃げて。ハクザ、受けてみろ。ふっ、あら、大丈夫か。誰だ。待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャをす、レダ族の戦士、それと不要、余計な争い。ほら、すみません。ああ、いつかきっと。そうだ、大丈夫。それなら、アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様のお告げは。ですが、大丈夫。アドルさん、からかう。あなたはオルハ。この先はどう。クバル、オル、オルハ、大、私のその母と父は、確かあの日意識が朦朧として。ここをタップして、父さんがエレシア人の町、つまりこの笛をオルハに渡せばいいんだね。こんな素敵なもの、私、はい、この笛。今日は食べ物、毛を少しだけちょうだい。これか、これでも、この術の効果はしばらくの間しか持ちません。風見の丘へ急ぎ。このピッカードたち、動きが妙。うん、ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも
魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果が新しいカードを獲得しました。早速ソウルカードはここから確認できます。あれはシルバー級以上の敵だな。注意しよう。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。てい、あら、ほら受けてみろ。なんとか倒せましたね。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。この条件も称号ランクアップ。また強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。